ライオンズの打の鍵を握る清原がバッターボックスに入りました。果たして9回の表波乱はあるんでしょうか。得点はわずかに1点差、1対0。さあ高須対清原、初球ストライク。西武打線そうですね、球が緩いと、でちょっと甘くなるとね、あの調子っていうのは結構左右すると思うんですよね。そのあたりをこの古田が見極めてどういう組み立て方をしていくんでしょうか。カウントワンツーです。インサイド外れた2戦にですね、見事なピッチングをね、リリーフで見せてるんですね。だけど、第2戦と今日とは、点差も違うし、ゲームの重大さも違うし、そうということは言えます。はい。ワンスリー。手にもまっすぐが来ると。それをホームランするんだというふうな、のめり込んでいく場面です。はい。ほぼそれに近い球でしょ、今の。そうですか。さあ、2-3 です。ちょっと詰まった方、だいぶね。整理されてないままずっといるんですよね。だから整理されないときはちょっとこうあの手をこうつなつけるとかなんかしながらまとめようとするんですけどね、まとまってないんですよね。これは騙してるのに、なんだろう、おかしいですか。何なんか打ちたくないのかなっていうぐらいね。でおかしいな。しかし古田もいい度胸してますよね。同じ球ばっかりおらずね、これ。これはすごいな。今だったらもう舐められちゃうね、これは。まあ、今年こんなことは多いとは言ってましたよね。次が10球目。関根さん、つまりフォアボールを何としてもしたくないと、出したくないですね。それでフォアボールが一番いけません。そうですか。さあ、10球目になります。2-3。これもファールで、インコース低めに来るとかアウトコースへ流れるカーブがいくかと、この2つだと思うんですよね。それがもう迷ったままいってるんですよ。両方だから2本立てでバッターボックス立ってるんですよね。19名